メタセシス反応とは、競技には2種類のオルフィン間で結合の組み替えが起こる触媒反応のことである。すなわち、以下のような反応のことである。メタセシスの語は位置を交換するという意味のギリシャ語に由来する。メタセシスは副分解を指す語でもあり、また同様に結合が組み変わるアルカンメタセシスやアルキンメタセシス反応も存在するため、 特にこの反応を指すことを明らかにしたい場合には、オレフィンメタセシスと呼ぶ。1964年に、ジュリオーナッタラは、シクロブテンや、シクロペンテンが、塩化モリブデンマイナストリエチルアルミニウム、塩化タングステンマイナストリエチルアルミニウムといった一種の、チーグラーナッタ触媒によって、快感重合することを発見した。しかし、これが、メタセシス反応によって進行する重合反応で、 アルトは当時は気づかれていなかった。1967年に、ニシムカルデロンらによって、塩化タングステンマイナスジエチルアルミニウムクローリド、触媒によってニペンテンが3ヘキセンとニブテンに変化することが報告され、メタセス反応の存在が知られるようになった。1971年に、ジャンルイ・エリソンとイブ・ショーバンによって、メタセス反応の機構が提唱された。これは、 カルベン作体とオレフィンから4因間のメタラシクロブタン作体が形成された後別のオレフィンが生成するとともに別のカルベン作体が生成するというものである。1964年にエルンストート・フィッシャーらによってカルベン作体が単理された。1980年にリチャード・シュロックらはタンタルのカルベン作体がメタセシス反応を触媒することを見出した。 さらに、シュロックラは1990年にモリブデンのカルベン作体が特に高活性であることを報告した。しかし、これらの作体は反応性が極めて高いものの水や酸素に不安定で扱いにくいのが欠点であった。第二世代グラブス触媒1992年になるとロバートグラブスらは水や酸素に対して比較的安定なルテニウムカルベン作体が メタセッス反応に有効であることを報告した。これ以来、比較的小分子の有機化学の分野でも、様々な合成への適用が報告されるようになった。1995年には、第一世代グラブス触媒として知られる、ベンジリデンルテニウム作体が報告された。さらに1998年から1999年に、かけて、イミダゾリンマイナスにリデン誘導体を、 ハイイシとするルテニウムカルベン作体が、ボルフガンク・ヘルマンら、スティーブン・ノランら、ロバート・グラブスらのグループによってほとんど同時に報告された。これらの作体は、第一世代グラブス触媒よりも触媒活性が高く、特に1999年にロバート・グラブスらにより報告された作体が、第二世代グラブス触媒としてよく知られるようになった。一方、 第一世代及び第二世代グラブス触媒を改良する研究も盛んに行われた。1999年にアミール・ホベイダラは第一世代グラブス触媒を改良した再利用可能かつ待機中で取り扱い多いな作態を報告した。さらに2000年にはアミール・ホベイダラが報告するとともにわずかに遅れてジークフリート・ブレフヘルトラも全く同じ作態を報告した。 この作体は第2世代グラブス触媒を改良した再利用可能かつ待機中で取り扱い容易な作体であり第2世代ホベーダグラブス触媒として知られているその特徴として反応性の高さは第2世代グラブス触媒には及ばないものの電子密度の低い二重結合に対して有効であることが挙げられる2002年にはこの種の研究における大きな成果が 相次いで報告された。ブレッヘルトラは、第二世代グラブス触媒をはるかに凌駕する高い反応性を持ち、かつ大気中での取り扱いが容易な作体2種を立て続けに報告した。また、わずかに遅れて報告された、ロバートグラブスらによる作体、およびカロールグレーラによる作体も、同様に、第二世代グラブス触媒を改良しその反応性を、飛躍させている。 2002年に報告されたこれらの作体はいずれも活性子を発生させる段階をいかにして早め反応性向上に結びつけるかというコンセプトが共通しておりこの分野において極めて激しい競争があったことが垣間見えるメタセス反応は反逆反応であり望む方向へ反応を進行させるには平行を偏らせる工夫が必要となるまた メタセシス反応は反応させるオレフィンの種類及びその反応形式によっていくつかに分類される。2箇所に二重結合を持つ作上オレフィンの分子内、メタセシス反応のこと。カルベン作体により分子内の2つのオレフィンが反応し、目的とする感情アルケンと共に揮発性アルケンを与える。この反応では通常感化しやすいと言われる後、6因環のみならず、 7から9インカンなどの中インカンや10インカン以上の感情ある剣を合成するのにも有効である。閉患、メタセシスコの反応は1980年に2つの異なった研究グループにより初めて報告された。ディディエール・ウィルマンは、触媒量の塩化タングステンとテトラメチルスズ、存在下で閉患メタセシスが進行し、15及び16インカンラクトンの合成に成功した。また、 辻次郎らは、触媒量の塩化タングステンとジメチルチタノセン、存在下において、低周率ながらも19及び21、インカンラクトンの合成に成功した。最初の報告例その後、グラブス触媒の開発により、天然物合成の鍵工程として、数多くの場面で応用されるようになった。二千一年に発表された、平間正弘らの研究グループによるシガトキシンの、 人工全合成では、7から9因間の環状エーテルの構築のために、閉館メタセシスが応用された。作動オレフィン同士のメタセシス反応のこと。生成物は、分子内に二重結合を一つ持つオレフィンになる。二重結合と三重結合でのメタセシス反応のこと。生成物は1、3次元となる。三重結合間でのメタセシス反応のこと。生成物は、分子内に、 見重結合を一つ持つ化合物になる。2005年にリブショーバン、リチャードシュロック、そしてロバート・グラブスの3名にメタセス反応の研究業績によりノーベル化学賞が授与された。ありがとうございます。